単価21世紀は、日本の単価結社及び結社史である。1997年12月の荒ぎ廃刊に伴い、その直属の後継史として1998年1月に、創刊された。荒ぎの戦者であった、小暮正次を中心に、同じく戦者であった、大河原敦志行や楠瀬平五郎、清水正夫、斉藤明爪らが集い、伊藤幸を、長津仮説、 島木赤彦キ斎藤も吉、土屋文明たちの写実という作家態度を忠実に受け継ぐ結社として歩む。大岡信氏は朝日新聞で小暮政治の歌を取り上げ、荒ぎは平成9年末で90年の歴史を閉じ、今は残された人々によって新たな歴史が刻まれていると書いている。紙面の掲載の他に、東京、大阪、熊本、浦和、高知、 山梨、飯田、甲府など全国各地で課会を開催する。面会日、勉強会多数。メール課会及びメールによる初心者添削指導もあり。2020年現在の発行人は、大河原厚之。編集人は、増瀬隆、松本東は小川優子、井出匠。編集総括は、伊藤光福。選者は、大河原厚之、大橋栄一。 マセタカシ、杉本ア子、藤田信弘、小川優子、松本東亜である。公式サイト、https コロンスラッシュスラッシュ www.tanke21.com スラッシュ。ありがとうございます。<ッ>